はい、皆さんごきげんよう、みなもです。今日もですね、ランマ2分の1爆裂乱闘編の実況したいと思います。よろしくお願いします。今日はですね、パンスト太郎の、牛バージョンですね、変身後で、やりたいと思います。もう技はですね、2種類ぐらいしかないんですけど、まあ、多分パワーが結構あるんで、まあ、ちょっと最高難易度でやってみようと思います。好調のアップ。さあ、ね、もうすでに出してありますんで、パンスト太郎。変身後ですね。パンスト太郎は今更のように己の運命に疑問を抱いていた。この名前にもはや我慢もここまでだ。青、あなた、力ずくで手に入れた署名を9つ集めれば名付け親をセットできます。前回と一緒ですね。本当か、ハワイアン野郎。牛、よし、さあやりましょうかね。第1試合目、さすがにちょっとレッドは手強いな。こいつやっぱりそんなに強くないな、パンスト太郎。うわー、よしよし、突進突進、スーパーマンパンチ、あ、スーパーマンパンチと、よし、これこれだな、これだ、これでよっけー、はっはっは、筋肉ムキムキだぜ。いやー、でも結構強いっすね、やっぱり敵が。ちょっとなー、これ使えないんだよなー、技が。もう唯一これと突進、突進は意外と隙が少ない。あー、でも出だしはでも隙だらけだな。あー、つい読んでるかのように。よしよしよし、よし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 、あぶねえ。対空兵器がある敵には弱いな。変な名前のやつに負けた。一緒ですね、前回のパンスト太郎と。いやー、茜か、これどうしようかな。キエイの後に反撃しちゃまずいだろうしな。先手必勝か。 OK、 と、あー、くそ、うん、 OK、 基本的に待ちだな、こいつと戦うときは。うっそ、あれで返されるわけ？あー、投げを警戒しすぎた。えい、あ、あ、うん、あー、うっそ、弾き返される。くっそ、意外と隙がねえな。あー、というよりもこいつの技にかなり隙がありますね。下段は攻撃できねえしな、まともに。こいついじめやがって。
だけか。そう、しゃがみ強パンチしか活路が見出せないな。ダメだ、つい出しちゃうんだよな、立ち強パンチを。ゴンゴンゴン、やっぱり来たな。くっそ、よし、よー、あぶねー、うーわ、つれー。なんかいい方法ねえかな。上から飛んできた時がな、対処のしようがねえんだよな。まあ、戦う時もね、楽なんで、そらしょうがないんでしょうけどね。この強パンチで距離があれば落とせるんだろうけどな。よし、ダメだ、やっぱり立ち強パンチはあまりにも隙が多すぎる。あー、おっと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 、我慢した我慢した。よっしー、破壊力、破壊力だね。あっと、くそ、あーくそ、あー長いな、やっぱり向こうの方が。おっと、当たったぜ。いいよ、よっ、あ、あー、くそ、えい、おし、投げた、オッケー、おっ、あっ、あー、あー、2連続、ひでえよ、あぶねえ、あぶねえ、ごつ強いやつや。そうでもないんだよな。こいつは楽勝でしょう。いくらなんでもこいつに負けるようじゃねえ。よし、こいつはあの対空兵器ないですからね。ガンガン攻めていくしかないですね。うわあ、これはこのパンチが、あ、有効かもしれない。おっと、くそ、なかなか投げた。よし、きたね、パンチパンチ。おっと、投げましたよ。どんどんどん、突進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 、この野郎。オッケー、あ、そのまま投げた。ちょっとハメみたいな感じだけど、まあいいか。そうだろう、手強いだろう。パンダ、うん、パンダと同じ戦い方だな、基本的に。ただ、ああ、向こうの方がジャンプキックの精度がある。あ、そう。この強パンチいいかもな、こいつには。おお、ああ、そうきますか。チキショー、パンチ当たった。えい、あう、ちょっと待ちだな、これは。あー、くそ、手が出なかったな。オッケー、よし、こらえ、くる、なんで、オッケー、あー、危ねえ、ちょっと
っと危なかったね。パンチ突進突進突進、あパンチパンチ、ゴンゴンゴン、これでこうだろ、こう、あーまずい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 、勝った、油断した油断した油断大敵だ。牛の状態で確かこいつ喋れなかったよな。なんかブモーって言ってるだけで、ゲームの中では喋れるみたいですね。そう。ああ、え、一方的なんですけど、だいぶ。わあ、なんでー。やりづらい。くそ、だいぶ減らしたぜ。えい。防ぎようがねえぞ、あれ。よっしゃ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 、しゃがみ強パンチ様様だな。クソ、あれゆっくりでも飛んでこられたら全然対処のしようがないんだよ。よし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 、あ、押しまった、なんか、ボタンを。よし。2、3、1、オッケー。作戦勝ちだ。よし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 。そうだ、お前の技が通じないようにしてるんだよ、こっちは。シャンプー。あの対空要注意だな。あ、それよりも、このジャンプか。オッケー、オッケー。いやー、3発当てないと間合いが離れないのか。早い。オッケー、当たった。あー、ダメだ。オッケー、投げた。2、3。よし、オッケー。ふう、あの対空技使ってこないな。2、3、いパンチ、いそう、2、3、よし、2、3、あーった、おっとおっと、耐えた耐えた。よし、投げた。来い。2、3。あ、あ、あ。く、く、く、く。あー。2、3。よし、投げた。オッケー。勝った。勝った、勝った。受け身取ったけど減ったパターンだな。このゲーム、一応投げの受け身があるんですけど、 20% ぐらいの確率でダメージが回避できないっていう、なんかそういう仕様になってるらしいですね。あ、くそ、あ、こいつ強いかもしれねえ。オッケー、当たった。おっしゃ、よし、
ルオア。アップ。よし。勝ったぜ。油断したな。リョガメ。この豚野郎。よし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 。こいつは対空兵器がないからな。出だしが素早い技もないし。よっけー、楽勝。楽勝だよ。ランマか。おかまやろう。ぜい。あ、強いかも。3のエイのエイの23のエイの、あ、くそ、あ、効かなかったか。うっく、卑怯もん。あ、何もできんぞ。23エイエイパンチパンチ、オッケー、よし、削ったな。二三、えいえい、あー、よし、うまい具合に当たった。グングングン、うっく、猛虎高飛車にやられたか。くそー。ででんでい、にさん、ちょっとタイミングずらしたんだけどな、当たんなかったな。に、よし、いちにさん、よし、いちにさん、うっ、うっ、よし、123、オッケー、削りざまみろ、見事な攻撃だったぜ。よし、署名をぶんどった。そうだよな、お前なんだよな。来いよ。あれ、突進の技もしかして当たんねえんじゃねえかこいつ。おっとおっとおっと、うう、え、なんで投げ、ちょっと待って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 、なんで投げられる、今技出してたよな。う、あ、そっか、こいつもうあれの技が早いからこれだけだ。こいつはもう上段からの攻撃に圧倒的に弱いな。それしかない。下手にあの技を出さなくてもいい。これで勝てる。うー、あ、おお、よっしゃ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 、勝った、ぜい。さあ、ジジイ、俺に新しい名前をつけるんだ。パンスト太郎学。起き上がれ、ジジイ、てめえ。蹴ろうが殴ろうが、八方斎は目を覚まさなかった。それでいい。もうパンスト太郎です。はぁ、やっとクリアしましたね。ハードよりも最高難易度のレッドで一応クリアすることができました。まあちょっとね、技が少ないんでちょっと遊び応えはないんですけどね。まあこの当時のゲームなんでしょうがないんですけど、かえってこう
もっと古いゲームよりもなんかこうなんていうかすっきりしない感じですね。まあでもあの格闘ゲームとしては結構面白いんで、対戦がね結構面白いでしょうね。でもだんだんこうだんだんっていうかやってるとなんか超必殺技とかですね、あ、空いたのないんでやりごたえがちょっと欠けるんで、まあ、ちょっと対戦もねすぐ飽きちゃうかもしれないですけど、まあ、でも面白かったですね。まああと3キャラぐらい残ってるのかな、シャンプーと、ランマ、あと龍河か、あと3キャラちょっと残ってるんで最後までやりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録もよろしくお願いします。失礼します。